人気アニメポケットモンスター公式役所アニュポケテレビ東京系毎週金曜あと6時55分新シリーズ第38話のあらすじ&場面カットが公開された。第38話 SOS はワッカネズミから、は嵐のあと一時停泊中のブレイブアサギ号では、モリーがポケモンたちの健康診断をしていた。リコがミブリムの診察に行くと、ミブリムが何者かの気配を察知、なんと船内に1匹のワッカネズミが迷い込んでいた。通常2匹で行動するはずのワッカネズミが1匹でいるのはおかしい。もしかして緊急事態発生？現在の新シリーズは主人公はサトシ&ピカチュウから交代となり、ポケモン世界全体を舞台にした W 主人公のリコとロイの冒険を通じて大事な何かを見つける物語に。リコとロイがニャオハ、ホゲータ、クワッスの3匹をはじめとするたくさんのポケモンたちと共に冒険を繰り広げていく38話あらすじ。